悪行を重ね、戦界の将たちに追われ続けていた。幾度も捕らわれかけたが、その度に逃げ延びた。しかし逃亡の中、賜物前の要求、それでも賜物前が悪行をやめることはできなかった。他者の怒りや悲しみこそが、そんな賜物前に近づく者たちがいた。安倍の生命と孫悟空である。好んで自分と関わろうとする者などいるだろう。他者を欺いて生きてきた彼女に、他者を信じることなどできない。しかし一人で逃げ続けることはもはや限界に思えた。そちらはなぜわらわについて。あなたを助けたい。あまり詳しいことは言えないが、私は昔陽子、あなたからは狐の気配を感じる。もし陽子にゆかりがあるのなら。怪しいの。こいつはともかく俺は信じてくれよ。俺は戦界の奴らにいくらいたずらが過ぎるったって、ずっと窮屈なとこに閉じ込めやがって。一回痛い目見せてやりてえんだよ。前に手を貸しゃ奴らは絶っまあよい。今のわらわに信じてほしくば、仙人どもを倒してみせよ。ただし、ウキー、心配はいらない。必ずあなたの期待に応え。そなたならば手を貸す。わらわの心を得たくば、力を示してみせよ。我が術も、あなたを支えた。任せとけって。大の奴らなんざ、ぶっ飛ばしてやるぜ。迷ったな。ここから先へは進ませんぞ。結界だ。闇から進むぞ。俺に出ろって。次は容赦しねえぞ。敵将撃ち取ったぜ。抑えきれないか。破壊の限りを尽くしましょうぞ。見事な暴れぶり。
の怒砲、敵を倒して奪わば。様、今日も絶好調じゃないの。足止めは失敗か。もざしてみてはいられません。さあ、行きますよ。そこをのくのじゃ。
ったな。殺生石から強い恨みの念を感じますね。これはどこ、うん、そうじゃの。しかしお前たちよくやってくれた。おかげで賜物前を封じ、いえ、私の国も彼女に困らされていました。悟空もよく頑張ったね。さっウキキ、お師匠様の下手な芝居には笑っちまいそうに。お前たちを使って賜物前を騙すなど、最初はどうなる。無事封印が成功してよかったわ。